色とりどりのねバラの花が咲いているのがこちら尼崎の農業公園という場所です。サツキもね咲いてまして、いろんなね植物が植えられています。まさに、ここはね、農業公園、いろんな植物が植えられている小さな無料な植物園のような気がします。たくさんのねバラの品種が植えられていまして、この辺りでもね、これはなんだ、アブラカタブラだったかな、そんな品種まだ咲いてないな、一輪だけ咲いてますけど、あんなものが咲いていたりとだとか、いろんなね、バラの種類が咲いています。これシルエットっていう、バラの花が咲いておりますけど、シルエットじゃなくてシルエットだよね確かね。そういうたくさんね、いろんな、もう時期がね終わりかけてるんですけど、いろんな花が咲いています。ここにも美しい、大変美しいバラが咲いていますね。今日はね、兵庫県の尼崎市の、農業公園から私は、今ね、中継をしています。あそこでね草刈りをしている皆さんがおられますので、ちょっと邪魔にならないように撮影したいと思います。ぐるりと一周ねご紹介していきます。今日の墨の布のお天気のお天気ということでね、もう私もねこの動画を撮りたくて撮りたくて仕方がなかったということになります。たくさんのね花が囲まれております。インスタ映えもするようなところ、確かにバラ好きの方にはたまらないというようなところでしょうか。バラ園といえば大阪の、中之島だったりとかいろんなところがあるわけです。ですが尼崎にもこういう名所がありまして、たくさんの花が植えられています。もう一度お見せしましょう。で、バラの、ね、好きな方は、ね、たくさんいると思うし、うちの視聴者さんね結構ね、私より上の方が見てるっていう方が結構多いと思いますね。バラとかねそういう好きな人は結構いるんじゃないかなと思います。で、まあ、このような感じでちょっと後ろでね、見させていただいておりますけども、こういうような感じで色とりどりのバラ、ちなみにこちらのバラ、ミュージックというバラが咲いておりますけど、もうちょっと時期は終わってしまいましてね、ちょっと綺麗な花を一輪だけ写しておきましょう。これ綺麗なのかどうなんだ。これミュージックっていう花なんですね。いろんな、花バラといえども、このような、普通の花のように咲くバラなんだけども、バラよりちょっと梅っぽく咲くような、そのようなバラも植えられていたりとか、ポンポン咲きのねあそこで猫ちゃんが多数餌をもらって今ねニャン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 しておりますけども、そんなところで、ございます。猫もたくさんいるというような、そのようなところです。たくさんの、バラをに、ね、囲まれながら、ちょっとだけ、ゴミ収集車とか映ってしまって申し訳ないんですけども、バラの花としてもいろいろな 色とか、ね、花の咲き方があるわけです。ここには小ぶりな、ね、花もありまして、これは何ていうバラなんだろうか。この辺はちょっとね私は分かりかねますが、このように綺麗なバラも咲いているということになります。ここにはちょっといやらしいプレイボーイとかいうね花も咲いておりますけど、全然咲いてねえじゃん、全然奥にちょっと咲いてるぐらいで、もうちょっとこの辺はもう使い果たしたみたいな感じになっておりますけど、でこちらがこれ確かねあれじゃないの、なんかねバラにもそういうねなんかもうなんかすごいあるしていかもしれませんけど、チンチンというね花がありましてですね、この辺にね植えられてたんですけど、ちょっと標本がねなくなってどれがチンチンなのかが分かんなくて、ちょっと私がねバラの花なんだけどもチン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 言ってるとねちょっとダメかなと思うんですけど、まあ一回誰か分かんないけども、なんかもうねもう大変なことを言っていたりとか、そんなことをね、もううちの界隈はすごい言いますので、あピースですって、あーすごいバラを実験してるのに下ネタはよくありませんのでね、ちょっともうちょっと下かこんな感じということになります。たくさんのね花が植えられておりまして、もうここでね一周
向こうからぐるーっと回ってきたんですけど、ここでね歩きながらちょっと早歩きでね歩いていますけども、このような感じで、いつものねスミノフチャンネルから、こういう自撮り動画でもねバラを親しんでいただきましょうということでね、こうやって、今映させてもらっています。天ヶ崎とでねちょっとご覧いただいた方がいいんですけど、大阪からね電車だったら10分、でその阪急園田駅から田野口までバスに乗ってもさらに10分、それだけは1時間ぐらいですよ。そのようなところ、もう畑です、もう本当に天ヶ崎とは思えませんっていうようなところのロケーションです。一面に咲いてるこの、草はね、白爪草ということでね、モガワ河川敷とかでも咲いてるんですけど、農業公園のこういう白爪草、また稲川モガワの、白爪草は園田競馬場の馬たちが大好物でありまして、時折あの競馬場の方々たちが積みに来て、馬に餌をやっている、そんなような感じです。これだったかな、チン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 、これねこんな感じのやつらしいんですよ。で、まあこうやってね、こっちにいたら元に戻ってしまうんですけど、バラ以外にもたくさんの、この時期はね、いろんな、花が咲いています。もうちょっとだけねバラをご覧いただきましょう。もう綺麗に咲いておりますね。もう私の顔映さなくて全然いいんですけど、外側カメラにしてしまうとあれなんですよ、なんていうのかな、外側カメラにしてしまうとねカメラ止まっちゃうんでね、内側カメラで私が映るしかないんですよね。大変申し訳ないし、もう本当に顔のパーツすべて丸ですっていう、まるで、高畑充希のツイッターみたいになっておりますけども、そんな感じになりまして、なんかね私高畑充希さんのね、ツイッターをね、おこんなとこに可愛いの咲いてるじゃん、まるでこのバラ界の高畑充希さんのようだ、すごく、綺麗お綺麗な、バラが咲いておりますけども、そんな感じでね、高畑充希さんのねツイッターをねフォローしてたんですけど、いつの間にかやめられてしまいましてね、また始めたんかな、始めたらいいんですけど、またフォローしに行こうとは思ってるんですけどね、向こうからなんか なぜか知らんけどフォローバックが来た時があって、その時は無性に面白かったんですけど、で、別にそういう自慢話とかね、するわけに来たわけではありません。このあたりね、非常に、ここから先は バラが終わり、ここから先はね梅の梅林だとか、柿つばた、勝負あやめなどが咲いています。ちょっと行きましょうか、時間もたくさんありますね。こんな感じでここが花勝負、柿つばたかな、なんかあやめ系の、勝負系の、花がたくさん咲いております。ちょっとね人がおるのでこの辺は省略し、この辺りはなんていうのかな、梅林だとか、下にはねこれは何だったっけな、シャクナゲか、ボタンだ、ボタンが咲いているんですけど、この時期はもうボタンのシーズンが終わっておりまして、大変美しいボタンのね、花が咲くんですけども、今日は見れません。こんな感じで咲いておりますけどね。で一応こっちに行くとですね、竹林があるんですが、確かね今通行止めになっているはずです。いろんなとこをねちょっとご紹介したいんですけど、なかなかね石碑とかもあってね、いろいろ面白いということになりますけど、で私昨日ね農業公園来たんですよ実際。で何しに来たかっていうとね、梅の実を取りに来たということになりまして、別に なんか取ってもいいそうなんですね、近隣の皆さんも皆さん取ってますのでということで、公園の方から別に取ってもいいよということになりました。ここから先、本来行けたんですが、台風21号のね、ちょっと被害がありまして、竹林もうちょっと青竹がもう枯れ始めて、普通のなんか竿竹みたいになっておりますけども、そのようなところ、こちらにはね石碑がありまして、何の石碑だったかな、なんか重要な方のね、遺跡があります。ボタン園花勝負園と書いておりますけど、その向こうには、石碑です。台風でねちょっとあれが歪んだのかもしれませんけど、ここにも昔は花勝負だとか咲いてたんですけど、今ちょっと細いなんか、花勝負は咲いてるんですけど、生えてるんですけど花は咲いておりません。実際にこの竹林のこっち側とかでは美しく咲いています。でアヤメとかの花ってね、皆さんあんま見たことないと思います。これアヤメなのか花勝負なのかどっちなのかわかんないんだけども、とりあえずちょっと、ご覧いただきましょうか。
実際これ生中継とかでやってる人って多分ねいらっしゃると思うんですけど、本当大変だね。いろいろこうまとめてやっていかないといけませんので、はい、こちら花勝負です。お、モンシュロチョウまで飛んできた。美しい、大変美しいということで、白とね、こちらには紫の花勝負ということで、たくさんのね、花勝負、あやめが、咲き乱れておりまして、奥にもね、ありますので、ぜひちょっと行ってみましょう。この辺りは梅林です。今ね、たくさんの梅の実が落ちているのが、ちょっとわかるかと思います。ダイヤ色のね、丸っこいのが、梅の実なんですけど、熟すとね、赤くなっていきます。ここにもね、確かに落ちてるんですよ。これもう傷んでるんですけどね。こんな感じで、梅の実というものが落ちています。ちなみに言っときますとね、梅の実、青い実はですね、食べれません。本当に青梅っていうのは毒がありまして、織田信長かな、なんかその人、青梅は食べてはいけないかなんか、誰だったかな、忘れたんだけども、お腹を壊すということで、間違いないです、青梅はね、熟すと食べれるんですけど、なるべく青梅の場合は、梅干しなど、梅酒などにしてからいただくということになっています。これはね、なんか青梅の中に入っている成分がね、人間の体には良くないということな。何か毒素みたいなものが入ってたような気がします。で、私がね今こう竹林のところをね歩いていたんですけど、この辺りもねさすがに人知れたスポット、台風21号でねちょっとね桟橋が壊れちゃったんですけど、ここも、柿つばたやあやめ、少なからず咲いております。向こうに見えてるのは稲川の河川敷、奥には大阪空港があるということになります。ちょっとね、お、怖いわここ。あ、渡れないのか。渡っちゃダメなのか。危ないな。ということで、いろんなね、こうやって、花勝負とかも咲いてるのをご紹介したかったんですけど、通行止めであそこ行けるかと思ったらダメだったんですね。危ないということで、になりました。私通っていいかと思ったらダメですね。こういうのって。生中継ハプニングよくあることだそうです。まあまあこんな感じで、ね今綺麗にスクショを撮りながら生中継をしてるわけですけども、いやまあ生中継というかね録画を撮りながらやってるわけなんですけどね、自分が撮れてるかどうかっていうのはもうどうでもいいことなんでね。まあいろんなねこの農業公園っていうのはね、これもボタンがさ奥にさつきがありますよ。でもう一つご紹介しておきたい、これからのシーズンね、もうおそらく、皆さんねいろんなところに行かれると思います。尼崎も、農業公園でね咲き乱れますので、ぜひご紹介したいなと思うんですけど、それが、こちらです。これアジサイですね。アジサイは人間が食べると毒とか言いますけど、本当に毒具なのかどうかはまだ不明で、それが、何かについて毒なのか、土の関係で毒になっているのか、もしかしたら毒がないのかわからないんですけども、アジサイの葉っぱの上にカタツムリがついているってことはあんまりないんですよね。もしかしたらカタツムリはアジサイの、葉っぱがもしかしたら嫌いなのかもしれません。アジサイの中でもようなポンポン咲きに咲いているものもあれば、こちらみたいにねガクアジサイのようにこのように、咲いているというものもあるんですね。でもう一つね奥にはこれは何だったかな、これはね、ガクアジサイの隅田の花火っていうやつだったと思います。でこれがね確かねアジサイなんですよ。柏葉アジサイだったかな、どこ、あ、これか、柏葉アジサイといってね、柏の葉っぱみたいになってるでしょ。これもアジサイの仲間です。アジサイっていうのはたくさんの、そういうね、お花があるということになります。で、向こうのね、これ、あ、通れるんだね。ちょっと標本がこう、ずらってなってるので、ここ入っていいそうです。ここもシャクナゲが、つぼみがありますね。また多分咲いてきます。シャクナゲといえば、橿原神宮の次の池、岡寺も有名なんですけど、そのあたり、尼崎でも楽しめるということになります。ここもシャクナゲですね。全部シャクナゲということで、シャクナゲもね、確か毒があったはずです。で、ちょっと一足早いんですけど、このように梅雨の前に、このような、アジサイというものが咲いています。確かに綺麗な色してます。
これね、画面で今出すとすごくあの紫がかってるんですけど、すごい水色の綺麗な、アジサイなんですね。これ画面通すとね、色変わるんですよね。これびっくりしました今私も。でこちらは紫色の普通の、西洋アジサイというアジサイです。これが一般的なスタンダードなアジサイということになります。で、こうやってね見ていく中で、たくさんのねアジサイがこうパンパンともう咲き始めて、あ、梅雨だなと思うんですけど、私のねアジサイの好きな咲き方っていうのはこういうのも好きなんですけど、実際にこの西洋アジサイではこういうポンポン咲きでね、咲いてくれます。ちょっとごめんなさいね、こういうポンポン咲きで咲く、西洋アジサイもなかなか捨てがたいなと私は思っています。シャクナゲね、ちょっとだけ咲いてました。もう時期終わりみたいな感じなんですけど、こういう花が咲きます。もう本当にね、この辺結構ね、あの皆さん歩いているようで、シャクナゲとかも皆さん鑑賞したかと思われますけどもね、まあ、確かにあの綺麗な、あ、ちょっと 梅の木がボキって、昨日こんなことになってなかったんですけどね、何かで折れたようですね。これがねアメリカノリノキっていう、アジサイの仲間なんですけど、ノリノキっていう、花の草なんですけど、確かにこうね、小さな花が咲きかけています。まだつぼみでしょうね。まあ、確かにこうやって見るといろんな花が咲いております。農業公園というところをねご紹介しておりますけども、YouTube しようと思ったのはですね、皆さんに花を知ってもらおうと思って、私が、始めたということになりますけども、本当になかなかこういうね YouTube ってないと思うんですよね。私がこうね皆さんのと一緒に、こうなんていうのかな、歩こうじゃないですけども、こういう YouTube をやってもいいんじゃないかと思いまして、まあ歩いているわけです。まあまあ、なんていうのかな、これね、基本的に今日ね、農業公園行って花を紹介しようって、それだけなんですよ。歩いてて、あ、この下すごいですよ。大箱がめっちゃ生えてますけど、こうやってね、なんかアドリブでね、花を見たままご紹介しておりますので、もしかしたら記述内容とかね、発表内容にね、間違ったことを言ってるかもしれませんが、大変申し訳ないなと思いますけど、できるだけ私の知識を出してアドリブで放送しています。だから今これね、おそらくね、ノーカットです。じゃあもう一回だけね、その柿姿のところだけ、今見頃なんで、もう一回だけ見ていきましょう。バラが見たいっていう人もいると思うんで、ね、最後にはちょっとバラのとこも撮っていきながら、柿姿、あやめ。ね、お、ここにはね、ちょっと待って、黄色い柿姿なんて珍しいじゃないですか、こう。ね、こういう、ちょっと待ってくださいね。こんな感じで咲いておりますよ。いろんなねお花いいでしょう。こういう YouTube もねなかなか和むと思うんですよね。もう本当、あ、ちょっと待ってよ。私見つけちゃいました。これがドクダミですね。これドクダミです。臭いやつです。あ、もう臭い。すでに臭い。しばらくするとね、私あの YouTube でねいろんなドクダミジャーを作っておりますので、その模様もお伝えできればと思いますけれども、まあなかなかね、本当難しいもので、 YouTube ってねこういう農業系やるとね編集がすごく大変なんですよ。長期に及ぶんでね、まあこんなところでこういう感じで歩くことができます。いやーすごいな、なかなかこう歩いていくっていうのもあれなんですけど、なんか人がいろいろねいますので、あんまり発表はできないかなと思うようなエリアなんですけど、ちょっとぐるっと回りましてね、ちょっと人をねかいくぐりながら今歩いております。まあ確かにこうやって歩いてるとなかなかね面白いなとは思うんですけど、別にねこうやってねピーチクパーチク喋ろうが何しようが、ね、私迷惑をかけなければ大丈夫だと思っておりますので、まあね花には優しく、そして人にもあまり迷惑をかけないように離れて、ちょっと今ご紹介をしているということになります。もう一回ちょっとバラ園の方に行ってみましょうか。
なかなかね、こうやって、あ、すごいタンポポ生えてますね。こんな感じで。見えた？これこれ。これ、すごいタンポポじゃないですか。こんなものも生えています。じゃあ、ここをちょっと通らせていただいて、で、もう一回ちょっとね、最後。ここ通ってなかったので、最後通らせて終わりましょう。白爪草畑がたくさんね、生えております。白爪草ね、遠くから見るとなんじゃこりゃってなりますけど、拡大してみると、よく皆さんね、昔あの、冠とか作りませんでした。このような花です。大変美しい、可愛い花が咲いております。これね、食べれますよ。あ、でもあんま食べすぎると、あの、なんかちょっとお腹を詰まらしたりとかするので、適度に、山菜の基本なんですけど、野草とかは適度に食べるのがいいそうです。私みたいにドカ食いしてね、お腹を壊すことは多々ありますので、最後ね、こんな綺麗なお花が迎えてくれましたので、はい、というわけで私のね、YouTube 今日ね、これが多分一発目、金曜日は最後になると思いますが、なんかもうポチポチと編集を進めながら、しばらくね、ちょっともしかしたら編集がしきれなくて、あの、投稿できない日が出てくると思いますので、それはちょっとね、いろいろ、あの、お天気の、なんかそういう、あの、クラフト作りというものをやっておりまして、お天気をもうちょっとこう、皆さんに分かりやすくするために、今、物をね、たくさん作ってる、そのような感じです。で、日本地図のようなものを作ってですね、そこにあの、等圧線とか高気圧とかを貼って、やると、なんか分かりやすいかなと思って、あの、ちょっとそういう、あの、詳しく、なんか工作で、やっていこうかなと思ったりしてます。さあ、というわけで、スミノフのお天気のお天気ということで、お天気のことをねちょっと言いましょう。今日と明日はちょっとね大気の状態非常に不安定で、しばらくの間雲が多い一日となります。かなりムシムシしますので、熱中症とかには十分注意していただければと思っております。つまり、こういうことです。もうあの雲の多い日が続きますので、梅雨入りももう間近になってきているという、そのような状況になっています。で、もうあの何回も言いますけども、こういう時期っていうのは大気の状態非常に不安定ですので、あの、なんていうのかな、普通にあの雨が降る前提として折りたたみ傘とかもね、持って、お出かけいただければと思います。ね、ここが白爪草の大草原です。なかなかすごいなというようなところですけども、ここが、もう本当に、農業公園の一番の広場ということになります。もうこんな一面ね、白爪草の上を歩けるなんていうような、ところは多分ここでしか味わえないと思います。踏んでもまた強くなる白爪草、多少ね踏んでぐじゃぐじゃとしない限りはすぐまた、もうあの、なんていうのかな、復活してくるような草です。こんだけ生えていますと、おそらく四つ葉のクローバーわんさかありますので、ぜひ皆さんあの探していただければと思います。四つ葉のクローバーね、ご紹介したいんですけど、多分この辺にあるんだろうけども、そんなすぐねパッと見つけるような、YouTuber ですけども、この辺りはちょっと品種が違うかなとか思いながら、見ておりましたけども、なかなかねこういうので探すのがね本番になると難しいんですよねっていう話です。まあまあ、あの別にね、今日は四つ葉のクローバーを探しに来たわけじゃありませんけども、こういうなんかね、今日の空はこんな感じですよということでね、あの雲とか雨の前兆になったりする可能性がありますよとかね言いたかったんですけど、農業公園歩くだけで終わってしまいました。まあでもね、お天気とかね、こういうなんかこう緑に囲まれた YouTube っていうのはすごく和むと思いますので、私の顔がよく映っておりますけども、ちょっと手がねもう20分持ちっぱなしなんで、これ手持ちなんですよ、めっちゃ痛いで。まあそういうことは置いといてですね、まああの皆さんもね、まあ時折ね、まあいろんなとこ行くといいんですけど、公園とかでねこう花とかを見てみるのも、大変和むんじゃないかと思いまして、ちょっと YouTube を、24分もそんだけ喋っているのか、まあいいや、とりあえず、皆さんもね、何か
こう足しになればいいと思って、今日は農業公園から YouTube をご紹介させていただきました。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。